はい、昼ビール放送局、今日のアウトプット、再び発想になってデザインを一新しました。デザインを変えるのがいいのか悪いのかって言われると、今思うと良くない気がするのね。そう、いつも聞いてくれる人が発見しづらいんじゃないかっていうのを、私がちょっと思い始めてるんです。まあでももうね、発想までやっちゃったので。で、次回から8章が終わった後は、テキストのね、1級相当のものになるので、そうしたら、ずっと同じデザインのやつにしようと思ってます。はい。今まで使った中で、一番好きなっていうか、使いやすかったのを、採用しようと思ってます。まあ、そんなわけで、今日のアウトプットも、私と一緒に、まこねと一緒に勉強していきましょう。まあ、そんなわけで、サクッといきましょう、サクッと。はい、このポッドキャストは日本ダイエット健康協会の公認インストラクターを目指している、マコネこと LGBTQ クイアの小川誠が、普段勉強してきた内容を皆さんにシェアするっていう内容のアウトプット形式のポッドキャストになります。はい、ですね。このテキストは各章ごとにいくつかの問題で形成されてて、問題を解きながら内容を確認していくっていう内容になってます。現在は第8章。なんだっけ。運動とダイエット。ダイエットと運動と、まあそういった内容です。はい。あれ？ で、その前にアウトプットの重要性についてちょっと大きいお話したいと思いますが、自分で学んだことを皆さんにこうやってお伝えするってことがアウトプットって言います。アウトプットは、主に自分で学んだことをしっかり確認するとともに、それを伝えるためにしっかり確認したのを定着させるという意味合いがあります。なので私は積極的にアウトプットを行ってます。ですから皆さんが勉強しながら私も学ぶという形になってます。さて今日の問題はこちら。心拍数が多いスポーツほどダイエットに向いているイエスかノーか。まあ、心拍数って言うとね、まあ、運動した時にドキドキ心臓が動くあれですけども、はい。まあ、どういうものか。まあ、心拍数が多いスポーツほどダイエットに向いているような気はしますよね。まあ、しっかり勉強していきましょう。で、今日のテーマはこちら。ダイエットのための運動法と最大心拍数。まあ、こちらが今日のテーマになっています。今日のテーマに掘り下げる前に、まず、まずね、目的別心拍数というものをちょっと皆さんにお知らせしたいと思います。目的別心拍数というのは、運動の、ね、目的に応じて、おおよその心拍数、ここら辺を目安にしなさいっていうものが決まってます。はい。大きく分けてというか、まあ、大体こんな風に5つに分かれてます。1は、リハビリ高齢者の体力維持。次に、ダイエットや日常的な健康維持。次に、運動不足の解消や体力の維持向上。で、4番目は体力アップやスポーツスキルのアップ。で、5番目がアスリートレベルの体力アップ。ということで、このテキストはね、ダイエットを目的とするので、ダイエットや日常的な健康維持っていうのがまあ目的になりますが、はい。まあ、それがどういうふうなことで、目的心拍数になっていくのかっていうことを、これから学んでいきます。まずね、心拍数の基礎をちょっとおさらいしましょう。まあ、心拍数なんですけども、まあ、一番基礎的なのは、安定時心拍数。まあ、つまり、安定時心拍数っていうのは、起きてすぐの状態で、横になったまま、もしくはまあ、立ち膝ぐらいになってもいいと思うんだけど、まあ、ほとんど動かない状態で、60秒間だったかなを測定した時の心拍数が、まあ、基本的な安静時心拍数っていうものです。これがね、いろんなものの基礎になるので、まあ、
定し、安静し、安静時心拍数はね、まあ皆さん朝起きた時に測ろうと思えば測れるので、まあそれぞれやってみてください。やっぱね、一番心拍数が測りやすいというか、ドク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 っていうのが分かりやすいのは、私は腕のところだと思いますね。腕の付け根というか、手首のところは、まあちょっとね、見よう見まねでね、やってもすぐ見っかると思いますね。そう。どうかな？そう。まあ人それぞれだと思いますが、まあ手のひらから指、手のひらの下から指2本か3本目ぐらいのところですかね。そう。まあ、私の指が太すぎて2本、私は1本半ぐらいですけども そう、大体そこら辺握ると、手のね、関係、ドクンドクンと動くところがあるので、まあ、そこをね、1分間、何回なったかっていうのを測るのが、まあ、これですね。はい。で、まあ、最大心拍数っていうのは、ここから計算で求めることができます。はい。そう、まあ、おおよそなんですけどね、およその目安なんですが、最大心拍数は220引くの年齢で、と計算します。まあ、これがね、1分間のおおよその最大心拍数となります。たどたどしいでしょ？ 実はね、あんまりよく分かってないの、ここ。しかもテキスト全然違うページ開いてて、いつもテキスト見ながら確認してるんだけど、今日はね、覚えてる範囲だけで一生懸命喋ってみたんだけど、無理だった。そう、まあ、最大心拍数っていうのは220引くの年齢を1分間の脈拍数とする。なるほどね。はい。まあ、これがね、心拍数の、まあ、目標心拍数を計算する上で、大事なところなんです。はい。で、目標心拍数はどうやって計算するかというと、まあ、ちょっとややこしいんですけどね、目標心拍数は、括弧最大心拍数引くの安静時心拍数括弧を閉じて、かけるの目的レベルのパーセンテージ、プラス安静時の心拍数。まあ、ごちゃごちゃしてよくわかんないんですけども、一つ一つね、やってみるとそんなに難しいことじゃないです。ただ、目的レベル別パーセンテージっていうのは、ちょっとね、今まで出てこなかったもので、これはね、大体決まってます。はい。決まってます。決まってるっていうのは、まあ、この下に出したんですけども、読み上げると、ごめんなさい。リハビリや高齢者の体力維持だったら30から40%。ダイエットや日常的な健康維持だったら40から50%。で、運動不足の解消や体力の維持向上だったらまあ50%ぐらい。で、体力アップやスポーツスキルのアップだったら55から70%。で、アスリートレベルの体力アップだったら70から90%というふうに決まってます。なので、自分がどれくらいの負荷をかけて、どんな、目的でトレーニングするかによって、これをパーセンテージを自分で決めればいいものなんですね。はい。では、私を例に例えて計算してみました。まあ、私を例に計算してみたので、48歳、安静心拍数は60。で、目的レベルは65としました。っていうのは、体力アップやスポーツスキルのアップなんですけど、私はね、大体、こだわり屋さんで、どんどん自分を突き詰めていきたいって思っちゃう性格なので、まあ、ダイエットや日常レベル、どうせね、トレーニングするんだったら、筋トレしてたりするんだったら、ダイエットや日常的レベルじゃなくて、もうガチに体力アップやスポーツスキルのアップをしたいなって思っちゃう方なんですよ。しかも、負荷を高めにしてね。そう。それで、まあ、65%っていう、目的レベルにしました。はい。まあ、それで計算すると、まあ、最大心拍数は220引きの48、つまり172回分、1分間に172回最大心拍数ね。そう。まあ、172回も心拍したらもう私死んじゃいますね。そう。で、目的心拍数は、括弧172回引くの、60回。そうですね。60回。かけるの、負荷数0.65プラスの60回ってことで、もろも計算すると132.8回、
つまり私が65%の、体力アップやスポーツスキルアップのためのトレーニングをするとしたら132.8%、最大ね132%ぐらいになる負荷の、トレーニングがいいですよというのがこれでわかるんです。はい。ちなみに132.8かっていうとどれくらいというと、ちょっとね軽めではなく、もうダラダラ走るんじゃなくてしっかり走るって感じの、マラソンぐらいですね。あとはまあ自転車でダラダラ走るんじゃなくて、もうしっかり漕いである程度スピードを乗っけて持続するっていう感じの、なんだっけ、サイクリングみたいな感じですね。まあちょっとのんびりダラダラじゃなくてガチみたいな感じの、トレーニングになります。はい。で、まあ、ここでね、注意点があるんですが、この、今計算した目的、目的心拍数はですね、何もね、運動してる間ずっとこれをキープしなきゃいけないっていうことではなく、そう、なくてね、運動してる時間の中で最も上昇するときの値がこれなので、だから、ずっと、例えば私が132.8%以上を維持しなきゃいけないとか、そういうわけではないです。はい。まあ、たまに132.8%までなれば、回るっていうことですね。はい。まあ、ここはね、ちょっと勘違いすると大変なことになりますね。そう、死んじゃいます。まあ、そんだけで今日の問題を確認しましょう。今日の問題は、心拍数が多いスポーツほどダイエットに向いている、イエスかノーか。これは、ノーですね。はい。まあ、それぞれの体力、目的に合った心拍数を維持する強度がやっぱり一番いいわけですよ。はい。で、その人に合った運動法と言えるでしょう。そう。何よりも無理して、ほんと数分しか頑張れないじゃなくて、無理せず、のんびりでも長い時間トレーニングした方が、効果的です。はい。ただ私は超飲めしこきで、もう短時間でバッて、積極的にやりたい方なので、タバタ式トレーニングをメインにやってます。まあ、タバタ式トレーニングが何かっていうことに関しては、今回はね、この内容と全然違うので、ちょっとお話ししませんが、興味があったら、M キャストの方で喋ってるので、そちらを探してみてください。はい。では、そんなわけで今日のテキストはここまでになりますが、明日の問題はというと、毎日激しくきつい運動をすることがやっぱりダイエットの王道だ。イエスかノーか。これまさに今ね、その人に合った運動法でと言えるとかいう話をしたばっかですからね。また同じような問題ですかっていう問題ですけども、まあそれにはね、多分テキストの意図があることでしょう。そんなわけで明日は毎日激しくきつい運動をするのがやっぱりダイエットの王道だ。イエスかノーか。皆さんはどうでしょうかね。まあ、そんなわけで今日はここまでとなります。このポッドキャストはまた明日、毎日12時から配信しています。全100回シリーズのついに36、35、36、3分の1が大体終わったところですね。まだまだ先は長いです。みんな一緒に頑張ってダイエットのことをしっかり勉強していきましょう。マコネでした。またね。バイバイ。